ゲキロックドットコムをご覧の皆さん、どうも、ゲキロックです。イエーイ。今日はちょっと、はい、メンバー全員でですね、全員でですよ、挑みたかったんですけど、見てください、今。ちょっとね、4人バンドなんですよ、ね、ちょっとですね、ベースの、もじゃもじゃがです、ね。今日、リハなんですよ、ね、あの、ツアーの大事なリハなんですけど、ゲネですよ、さっき電話しましたが、今向かってますっていう嘘をつかれました。まあその電話で起きたんでしょう。寝坊とは言いたくなかったんだろうね。どうしても、完全にでも あっちのあれですね、無音でした、車に乗ってたら普通雑音が聞こえるんですけど、まあ、そうですね。言い訳は何とおっしゃったんですか。いや今向かってますと。言い訳はだから来てからするんでしょうね、楽しみですね。この後楽しみですけれども、はい、そんなギルガメッシュ、9月の24日にですね、ミニアルバムグラビテーションをリリースしました。イエーイ。はい、まあこれはもうリリースして渋谷のタワーレコードとかでライブもやったりして、ね、サイン会もやったりして、そうですね、あのファンのみんなはすごく、まあ、激しくてですね、ライブハウスで暴れる曲がいっぱい入ってるんでとても嬉しいですと。はい、大好評なので、はい、まあ、激ロック .com を見てる人たちは、激しい音楽が好きなんだろう、なあ、そうだ、おい、激ロックだぜ、だってねえ、激だもんな、激しいんだよ、激しいんだよ、この野郎、この野郎。よかったら聞いてみてください。よろしくです。そんなですね、まあ、ミニアルバムを引っ提げまして、全国ツアーの方も決定してます。はい、10月4日の、渋谷のエイジアから始まって、30分以上ガーッと回りまして、まあ、基本的にスリーマンライブなんですけど、はい、ファイナルの、3月の14日新木場スタジオコーストはですね、これだけワンマンとなっております。はい、新木場でのワンマンは2回目ですね。そうです。なので、まあ、仲間たちとライブをやって切磋琢磨したギルガメッシュがですね、成長して、その新木場で成長したライブを見れると思うので、皆さんぜひぜひ遊びに来てください。ありがとうございます。こんな感じでね、動画撮ってる間に来るかと思ったけど、何も進展はなかったですね。来ないので、はい、そろそろ終わりたいと思います。はい、残念でしたね。はい、さようなら、しゅうさん。はい。ゆるがめしでした。